鳥取県立厚生病院は、鳥取県倉吉市にあり、鳥取県病院局が運営する病院である。鳥取県中部の中核的な医療機関であり、地域医療の中心的役割を果たしている。また、災害拠点病院に指定されている。日本交通、日の丸自動車の路線バスが発着するバス停留所が、一般道路上に2カ所ある。同病院が、院内トリアージ実施料を、 2014年2月から9月までの間約360人から不正請求していたことが毎日新聞の報道により判明した。インライトリアージ実施料は本来来院時一人の患者には請求できないが同病院はこのような場合においても患者や保険の運営機関に請求していた。当初2014年7月29日の毎日新聞の報道及び 病院の発表によれば、不正請求の対象人数は、同病院が制度を導入した2014年2月から、不正請求が発覚した6月までの5ヶ月間で、約100人と見られていた。そして、後日の調査によって、不正請求の人数は、計138人に上ることが判明。2014年8月21日に行われた、 鳥取県の平成26年度福祉生活病院上任委員会で鳥取県病院局長が明らかにした。ところが9月3日の同志報道によれば病院が7月29日に不正を認めて返金方針を発表した後も請求できる範囲の解釈を誤っておりこれまでの発表から220人ほどを増加する見込みであることが分かった。厚生労働省は 2012年7月3日の通達で夜間、休日、または深夜に患者が1名のみ来院している場合など、待ち時間がなく実質上トリアージを行う、必要性がない場合について、院内トリアージが実施された場合でも、実施量を算定できないとしている。病院はこの通達を2人以上いれば算定できると反対解釈。 後からより緊急性の高い患者が来る可能性があり、一人目の LINE 患者も優先度を判断するので、診療報酬上も算定の対象になるとして、一人目の患者の診察中に二人目の患者が来れば、両方の患者とも算定の対象になると独自判断し、7月29日の不正請求発表時にも診察終了時まで他の患者が来なかったケースのみ、 返金の対象にしていた。しかし、9月1日に同氏が厚生労働省に確認したところ、解釈の誤りが判明。厚生労働省中国四国厚生局は、患者が来院時に一人だけで待ち時間がなければ、請求できないことは確定し、後から受診した患者の有無は関係しないと説明。病院は、再度の誤りを認めて、再調査を決めた。ありがとうございます。